井出彩香さんというシンガーソングライターの方の光という曲を聴いていただきたいと思います。井出彩香さんというのはとても若くて、まだ高校卒業してから何年も経ってないというお嬢さんなんですけど、その方がとてもこう未来に希望を持って、これから自分も頑張っていこうっていうような曲を、書いたそうです。で、この光という曲、とても前向きな曲になってますので、ぜひ聴いてください。では光です。
次の曲です。次の曲はだいぶ懐かしい曲になります。杉田かおるさんの鳥の歌という曲、皆さんご存知ですかね。Thank you.
歌の弾き語りで聴いていただきましたが、次の曲はピアノだけで、少しゆったりとしていただこうかなと思います。この曲はですね、友達が好きな曲なんですけれども、皆さん嵐ってご存知ですか？ね、嵐は、ね、歌番組にも出てますし、バラエティーでもね、今やね、国民的なアイドルという感じで、私もだいぶ前から好きだったんですけれども、その中の二宮さんという方がね、その、彼が作った曲ですね、虹という曲を作って、よくコンサートで弾き語りをして、見に行った時にね、すごくもう汗びっしょりになりながら、で、メガネをその時かけるんですよ。ちょっとかっこよくて、もうなんて最後ね、最後外すんだよね。最後外した時にみんなでキャーとかっていう、そんな場面もあったりするような、虹という曲です。見てください。Thank you.
けるといいかなと思います。はい、それでは、次の曲なんですけれども、私の好きな愛子さんの曲聴いてください。今回はちょっと私の友達からのリクエストになりますね。それだけっていう曲なんです。
では次の曲で、最後にしたいと思います。今まではちょっとカバーの曲と他の方の曲を歌ってきたんですけれども、最後に私の書いた曲を聴いてください。で作詞はお友達のまいちゃんさんと、まいちゃんさんのお友達のみんなさんという方の作詞の曲です。笑顔の向こうにという曲なんですね。笑顔の本当に大切だとか、そういう気持ちが出ている曲になっていると思います。はい。